はい、皆さんこんばんは。本日はワットサケットに来ております。何か今日お祭りがあるというふうなことなんでちょっと来てみました。とりあえずね、こんな感じでたくさんの白い服を着た人たちがお参りに来ております。この後にね、何かあるのかちょっと分かりませんが、とりあえずちょっと見てみたいと思っております。この辺にもこうやってねお参りしてる方がいらっしゃいますね。さあどんな感じでしょうか。この後のね、この上の方にも上がれるようだったらちょっと上がってみたいと思います。ここね、ワットサケット、一応こうやってゴールデンマウントって書いてありますね。ゴールデンマウント、黄金の山というんでしょうか。こちら上の方に見えております。ちょっと登り口がねちょっと分かりにくいところにあるので、初めは迷うかもしれませんが、ぐるっと回っていきたいと思います。ブラックブッダステート、ラッキーブッダ、フロントゲート、ランクボディトゥリーコート、なんかいろいろこうやって見るとありますね。ウェイクアップチケット 160m って書いてあります。もう夜なんであれですけれども、こちらタイ料理レストランもありまして、でさらにですね、じゃあタイの衣装レンタル屋さんもありますね。このタイコスチュームレンタルというのも書いてあります。こんなものもあるんですね。で一応こちらの方、上の方に上がる場合は半ズボンとかダメなんで、やっぱり長ズボン、あとまあこの衣装をレンタルしてますので、まあ、こちらの方でね記念に買われるのも良いでしょうね。はい、こちらようやくウェイアップが見えてまいりました。こちらの方から入っていきましょう。本来ですとね、チケットこちらの方で100バーツ買わなきゃいけないんですが、何かこの時今日はお祭りなんで、無料でございます。よかった。こちらゴールデンマウント入っていきます。ゴールデンマウント行きましょう。一応ね、全部で344段あるみたいでございます。こちらの方ね、この上に見えておりますが、さあ早速344段階段を上がってまいります。今日の夜はね、本当は夜は、7時までなんで、今日は特別に中に入れるような形になっております。夜のワットサケットっていうのも初めてですが、どんな感じなんでしょうか。まあ、こんな風にねずっと階段があるだけでございますが、結構な階段でございますよ。なんかすごいこう段差が低いんで足腰に来そうな階段です。もうぐるーっと一周回ってっていう風な感じですね。まあ、途中にね何かしらお店があったりするので、まあ、ぼちぼち上がっていきましょうかね。ちょうどここにゴールデンマウントカフェっていうのがあります。まあ、ここまだ本当に登り始めて50段ぐらいですけど、なんかガラ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 聞こえてきますね。こちらゴールデンマウントカフェ、だいたいそうですね、メニューを見てると60バーツぐらいからあります。ゴールドマウントカフェでございます。おカンカンカン、こちらになんでかい風神があって、ここでお参りをするパターンもあるみたいですね。少し上見てみましょう。こんな感じです。はい、引き続き登っていきます。せっかくなんでね、私もやっていきます。意外と難しいですね。
朝7時から夜7時まででございます。今日は特別に開いております。はい、このまま登っていきましょう。なんとなく到着したっぽいような場所に来ました。もう下からもすぐですね。多分到着したのかな。あ、もうちょっとか。もうちょっと上ですね。もうちょっとって言ってももうすぐそこなんで。はい、今日お祭りをやってるような感じだと思いますが、ちょうどこんな感じですね。ちょうど横の方に来て、こちらの方から来ましたんで、ここでちょうどお参りをやっております。はい、これからねもうちょっと頑張って登っていきましょう。じゃあもう一息登っていきます。意外と風は今日は風がないですね。さっきまでなんか雨降ってたような感じなんですが、到着です。下からもう10分もあれば着ける距離ですね。そんなに疲れるほどじゃないです。ちょっとじわーっと汗かくような感じですけれども、まあ問題ないですね。でこちら着きましたら、ここではここに入るときは靴を必ず脱ぎましょうというふうなことでございます。いや、Please don't take off shoes なんで、これ靴のまま入れってことですね。で入っていきます。お、こんなふうに今とりあえず塔のワンフロア見に来ました。こんな感じでね、仏像さんありますね。いや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 、ちょっと久しぶりにお参りできます。はい、このまま一周回っていきましょうと思ったら、ここのワットスタッドのちょうど側のところではこんな感じで皆さん記念撮影をしております。黄金物なんでね、ここはちょっと写真撮っておきたいですね。ちょっと失礼。はい、写真だけ撮らさせてもらいました。こっちを見ると、さすがマハロハサートがすごい綺麗に見えております。いいですね。行きます。こちら 中も見に行きます。ここは靴を脱いで上がるようですね。ちょっと中入りましょう。ちょっと失礼。ちょっと靴脱ぎます。はい、階段を上がりまして、お、ちょうど洞窟の中、ちょうどど真ん中ですかね。雰囲気はいいじゃないですか。あ、素晴らしい。らしいですね。これがね、一応4方向から見れるという風な感じですね。各方面ごとに何かしらお参りがあるんだと思います。すごい中響きますね。とりあえず中はね、見てきましたので、これからこの上にまだありますので、この上に行きたいと思います。一応ここに自動販売機と水を買う売店がありますので、喉乾いた方はこちらで買うこともできます。
くじ引いてますね、おみくじ。涅槃仏もございます。このウェイアップトゥパゴタということなので、ここから上に上がっていってパゴタの方まで行ってみます。ウェイアップ、ウェイアップ。ここ結構急な急な階段ですね。ああ危な、頭打ちそうだった。ちょっと頭注意しないとダメですね。パゴタまで、一番上まで来ました。これはちょっと写真とか撮れなさそう。でもめっちゃ景色、ここまで来ました。いやこれはいい、これはいいですよ。あ、外やっぱ涼しいですね。こちらの方で景色を楽しんでいきたいと思います。ワットサケットの一番上のこのパコタのところでございます。こちらだとスマートフォンの超広角で映してますが、それでも一倍まで入れないですね。まあ、こんな感じでございます。一周だけ回りましょう。多分この上に何かが来るのかな。皆さん結構待ってますね、何かね。黒い羅風神が多分こちらの方まで来るんだと思います。この辺ちょっとこう渋滞気味なんで通ります。こちらの羅風神が今日のメインイベントのところですね。ここに皆さん待たれているというふうなことなので、今この辺で来られるというふうなことなんでしょうね。大体ここで一周になります。はい、とりあえずね、見学を終えて歩いております。これね、階段結構急ですけれども、ちょっと頭をね打たないようにしないと怖いですね。で、一応一方通行になってますの で、こちらの方から出たいと思います。ウェイダウン、上りと下りとね別々ルートになりますので、はい、こっちから下っていきます。下りはね、もう下っていくだけなんで、こちらの方の景色も見納めでございます。マハサラタン、それからここに民主記念で、民主記念とかあってラマ発生橋が見えております。カラサの近くですね。じゃあこれから下っていきます。王宮も見えてますね。ワットポート王宮も見えております。ただいまね、下に降りておりますが、下の方ではこれでね、皆さんずっとお回りをされておりますね。すごいな。もう今はもう車通行止めになったんかな。車がもう動いてないですね。多分通行止めになって車も通れなくなっております。あそこに黒いお寺が、これをずっといるんでしょうか。
ラーフ神がねこの辺に祀られると思います。さあこれから降りていきます。もう下りもねもう本当にもうすぐですよ。これね撮影しながら歩いてるからちょっと遅いですけれども、普通に歩いたらもう5分もかかんないんじゃないですか、降りるのにっていうところ、まあ中腹ぐらいですけれども、もうここまで戻ってまいりました。ワトサケとたまに聞くのも面白いですね。ゴールデマウント、まあ3世時代に作られたっていう風な形ですか。なるほど。そして、まあ、ここでね左に行くか右に行くかに分かれておりますが、ロンポート、ラッキーブッダ、フォーチュンブッダ、ルアンポーダム、いろいろありますね。フットペイントもあります。じゃここで下がっていきます。この辺りからはだいぶ階段が急になりますね。はい、こんな感じで入り口の方まで出てまいりました。ブッダーフットポイント、これじゃないですね、中ですね多分ね。上りとね下りが別々になってるのがいいですね。降りてきたらねここにちょうど下ったところにロンポート仏像がございます。最後にお参りしましょう。さーっとこんな感じでワット砂渓と見てまいりました。外から見るとすごいな。こんな感じでございます。はい、とりあえずね下まで降りてまいりました。もう今日はね、こちらの方で、終わりにさせていただきたいと思います。この後ねちょっと神様がいつ出てくるか、ね、もう時間わからないんでね、今日はこれぐらいに、ね、させていただきたいと思います。はい、こんな感じで終わります。ありがとうございました。